開けましたかこれもしかして。おひなあ、それ言ったことないです。はい、みなさん、こんにちは。あ、それ言ったことないです。はい、こんばんは。このメンバーが一体何なのか。このメンバーはですね、ギガマッシュプロジェクトで結成されたユニットでございまーす。やったー、そうなんです。実は、ギガマッシュプロジェクトとは、ハーモさんと YouTube さんが世界中の皆さんが一緒になって熱狂できるような夢のお祭りを作りたいっていう思いで始めた合同プロジェクトなんです。すごいな。つまりその、うん、アハモ AHAMO これちなんでるわけだ。はい、A の人。はいはい、1個目の方だよね。1個目の方かな。H のひなの、2個目の A アルス、 M のまつり、 O のおまる、5人合わせてーせーのチーム。頑張ってよ。変態者みたい。そうだよ。この話初めて来た時みんなどうでしたか？戦隊物なのかなって。違う、嘘。本当にそう思った。本当にだよ、ね、てか私がやばいな、うん、どうした？どうした？私が行き過ぎちゃいけないわけみたいに私が なんかどんどん変な発言しました。やばい、ちょっと消されるヒナマイクかけられる。助けてー、ちょっとブランカーに帰っちゃう。一人だけね、私ブランカーだよね、これね。ブランカー平成だって言われてますけど、平成どころじゃないよ。昭和ってこと？はい、そんな感じで、いや、まあ、楽しく話せたな、ね、すごい反応もあった、うん、楽しく話せたな、これはもう終わる気これからでございますけどね。実はね、今回アハモさんがこんな可愛いものを作ってくれています。お漫画でわかる初めてのアハモよっ、わーわー、かわいい。みんなで1話だけアフレコをしてみようということなんですけれども、よろしいですか？俺知らなかった、マジで知らなかったね、これね。それでは、第1章アハモ基本スペック編。もちーん、全然わからないよ。もちーん、ふざけんじゃねえよ。ポーポーも？スマホのプラン難しすぎだろ。オプション縛り。はぁ、アハモならワンプランだよ。契約も簡単だし、一緒にする？ひなも優しいね。ちょっとやって、やって、ちょっとやって、ちょっとやって、ちょっと。いや、逃げるなよ。雨宮氏、雨宮氏。メンバーを聞いた時の感想、新しいよね。いや、あ、そうね、メンバーなんだって。闇鍋かなって。いや、いいね。なぜやで。何言う、そういう意味で。これまあ結構その出た時言われてたんですけど、うん、まあ、その二次三次さんから2人、ホロライブさんから2人。うん。うん、トイスポ一人って思ってマジかって思って、心細いか。いや、ちょっと心細くはあったんだけど、うん、うんうんうん、アメミとアルスちゃんとまつりちゃんは話したこともあったし、もう、うん、ポルカちゃんだけ本当に話したこともね、初めまして、初めまして初めまして、なかったから、なんかそう、なんか動画切り抜きかなんかで、なんかポルカちゃんがなんか私について触れてくれてる切り抜きを見て、ひなの、うん、よいなっていう。ひなのもっと知るためにいろいろ動画見たら、ひなの可愛いな。すごいね、褒めてくれててね、うん、嬉しかったです。見てた。ちょっとすいません、ちょっと、ね、次のねトークテーマに行きたいと思うんですけれども、はいはい、ちょっと私の方がとんでもないことになっていますので、はい、すいません、一旦二重させていただきますね。すみません、お待ちください、ね、お待ちください。さっきよりは大丈夫だな。うん、ひなの綺麗になった。綺麗だね。綺麗だね。綺麗だね。よく見えるよ。綺麗だった、ありがとう。お互いいつから知っていたかという。え、みんなのこと知ってるけど、ひなのは俺のこと知らなかったはず。そんなことはない。ポルカちゃんデビューから知ってる。そうだよね。だからもそうだって、ホロライブさんから新しい子が
あ、そうそう、デビューするみたいな、ね、やっぱりね、界隈ではね、やっぱり界隈では、やっぱこのね、VTuber 界隈ではね、ね、なるよね、その二次三次さんもホロライブさんもやっぱこっちはやっぱ見てますから、やはり見てますよ、見てますから、もちろん活動4年です。皆さん何年ですか？私は新人は、新人だよね、新人だよね、そうだよね、もちろん6年半なおー祭り大先輩じゃあみんな新人、みんな新人かな、新人か、祭りからしたら大先輩、背中でっかい、何人だろ、見てきたから、お母さんってこと、じゃあお互い生まれた時からしてたということ、あ、そうだね、デビューから、うん、デビューから、なるほどね、担当気分ね、担当気分ね、アイドルなんだ、アイドルだよ、やっぱりこれはもうね、一人はもう決まってるでしょ、清楚担当ってこと、あ、清楚担当言ってる、清楚だと他に狙ってる方いらっしゃらないですか、大丈夫ですか、オークションやめてんの、まあ、ここで指名させていただきます、清楚どうぞ、もらいました、あ、清楚らしいです、清楚なんだ、まつりちゃん、そうだよ、清楚、なんだよ、清楚なんだ、清楚、清楚ってなんだ清楚の定義から、新鮮な反応、もうなんかさ、最近言いすぎて、うんうん、ホロメンには触れてもらえないからひなの星担当って何これ、え、デュフじゃないの？いや、デュフちゃん、腰何？腰っていうか、まあ、どうっていうか、どう、どう、なんで、まあ、なんか、ね、打たれて、え、いや、まあ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 、でそうじゃない、だってデュフ担当になるよ、いや、まあ、どっちも嫌だな、頭じゃなくて、腰、いや、せめてオタクとかにしてほしいな、なんかそれざっくりすぎ、ダメ、ざっくりすぎ、ね、そっくり幅広いから、ママかな、ママ平成ママ、平成ママはちょっと確かにママみたいに、うん、一番好きなものだよ、一番好きなもの、ピンクじゃね、あ、じゃピンク担当、え、めっちゃ可愛いじゃん、ピンク担当ってなんだよ、まあ、可愛い、可愛い、可愛いじゃん、じゃあみんな色じゃない、そしたらそうだよね、でもその中でも釣りだけ清掃担当、そう、清掃担当、あ、逆にね、アマミヤとか何がいいの？アマミヤは、うん、新人担当かな、新人担当ね、新人担当ね、新人担当にしよう、新人担当にしよう、まんじゅう担当でお願いします、まんじゅう担当、まんじゅうじゃねえじゃねえか、みんな全然納得してない、色の話どこ行ったんだよ、かわいいよ、かわいいね、まんじゅう担当だね、ポポは、え、赤担当でいいよ、なんかされてない、なんかじゃないこれ、なんかじゃなくない、ひなのと同じ、そうだね、まあそうだよね、男色組はじゃあね、そういう感じで、お前も男色だろ、これはそうだね、私生徒担当やかフルの MV もね、追ってまつりちゃんのチャンネルで公開します、楽しみにしててください、頭に残りすぎててさ、普通に歌っちゃいそうになって、わかる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 、それマジわかる、ダンスも可愛いし、可愛い、結構なんか足の上げる高さがさ違ったりさあ、そうね、一人によって違うよね、え、でも結構頑張ったよでも結構頑張ってるからね、そう、まるまるがね、あ、ちょっと見るわよ、限界限界、頑張ってるよこれ、まだ一緒に頑張ろうね、うまく踊ってるねちょめっちゃ低いね、うまくなったってこれ、あれ比べるのちょっと恥ずかしいな、企画映像とか出されたらやだな、やばいよ、あ、出されそう、足の上がり方、足の上がり方やめてはい、ということで誰の動画で解説していくかということなんですが、なるほど、まあブーンって一人ずつ言って可愛く言えた人が見てもらえるって感じにしますか、え、地獄判定は、ではまあアンミャン、アンミャンミャンミャン、じゃあアンミャンいきます、ブーン、うかわいい、はい、もっと可能性秘めてそうだったな、ねえ、ボルボル監督以外なんかもっといけるな、腕組み、腕組みいるな、あ、じゃあいきますかわいいね、出てる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 ね、もうねえ、やばい、ねえ、それやばい、
すいません、ちょっと。じゃあ、まるまる行きましょう。うんうん。ブーン！おー！お通り過ぎてるかな、まるまる。じゃあ、バツリ行きます。ブーン！おー、びっくりしたこのやつやばい！びっくりしたブーン！やめてびっくりしたいい張りがある。ポッポ。はい。ブーン。おー！セクシー路線ね。なんか。どうですか、スタッフさん。誰も可愛い狙ってないだろ。誰に、誰にする？君なら誰にする？スタッフさん、よし、じゃあみんな可愛くて決められなし。ルーレットで決めてだって。まーれー、まーれー、まーれー、止まれ止まれー、止まれ、怖いってそれ。まつりさんも襲われてるのに、襲われまつり襲われてんのに、襲われやっぱ後のアハムルーレットすごいな。後に弱いかもな、このイエーイ。はいはい、うーポンポン、うーせーの、ゴーゴーレッツゴー。